止まってる。やっほー、アドベンチャーノートのゆりです。はい、今日はですね、実はこの京都でもね、シェアサイクル、いわゆるレンタサイクルを見つけちゃったので、ね、早速利用してみたいと思います。どこに行くにも自転車移動って本当に楽ちんで便利なんですよね。もう後ろに見えてるんですけど、こちらがそのシェアサイクルです。はい、こちらがシェアサイクルピッパと言います。どうやらプランが30分100円、何時間かになるとまたちょっと金額が変わってきて、5時間だと500円、48時間2日間だと1200円、120時間だと2000円っていうね、もうこれをほぼ住んでいる人が使う。1ヶ月も1500円からで12時間まで乗り放題ということでね、だいぶお得ですね。前に乗ったポロクルよりも結構安いかもしれない。今日はこちらに乗ってみます。はい、自転車はねこんな感じです。タイヤがちょっと小さめのね、折りたたみ自転車みたいな形の自転車ですね。で、なんかカゴの中にシェアサイクルご利用のお客様へって注意事項が書いてあります。この QR コードを読み取って予約をするみたいですね。自転車のお尻に QR コードがあるので読み取ります。はい、そしたらねこんなね画面が出てきて、アプリをねダウンロードする必要があるみたいなのでダウンロードします。こちらですね、ピッパシェアサイクルサービス、これを入手と。はい、ではダウンロードできたので開きます。赤い画面が出てきました。はい、こんな感じのアプリですね。まず登録ログインが必要みたいなので登録をします。携帯の電話番号とか利用地域を入力する必要があるみたいですね。全部入力していきます。あ、でもこれね、Apple とか Google、Facebook での認証もできるみたいなので、私は Google でね認証したいと思います。Google で認証したので、特にね入力することもなく進みましたね。招待コードは特にないのでスキップ。はい、サンキュー、ご登録あっという間でした。もうボタン一つで登録できちゃいましたね。では進んでいきます。まず位置情報の使用許可しますかって出てきたんで、使用中は許可にしておこう。なんか出てきたのがなぜか浅草が出てますね。とりあえず現在地のボタンが左下にあるのでこれを押してみます。こっち、おや、はい、なんかね押しても反応しなかったんでね、この右上のこの検索窓で京都市って入力しました。そしたらね今の位置が出てきました。はい、こちらですね。はい、でこの状態で現在地をしたらね、このピッパの乗れる場所、駐輪できるスペースが全部出てきました。すごい便利ですね。でこれをなんかタッチ解錠と QR 解錠っていうのがあって、QR 解錠はね QR コードを読み取るんですけど、タッチ解錠っていうのがちょっと便利そうなんでやってみます。なんかね解錠アラートっていうのが出てきたんだけど、まあこれを気にせずかざして解錠するをタッチしてください。これをねやるだけみたいですね。ちょっとやってみます。見えるかな、車両故障ですだって。え、どういうこと。ちょっとうまくいかなかったんで、この QR スキャンっていうのをやってみます。これを読み取ると、なかなか読み取ってくれないですね。なんかこんな感じでね、うまく読み取れないときは自転車の番号を入力したらいいみたいなんで、とりあえずねこれ入力してみます。はい、ね入力はできたんだけど、どうやらねお支払いするところをね入れてなかったんで、先にねお支払いする方法を入れておきます。無料金の支払いかな。はい、これでねなんかチャージをする必要があるみたいなので、これでねチャージをします。こんな感じでクレジットカードとかいくらでチャージするかとかもね書いてあるんですね。金額はチャージ金額決まってるんですね。これでチャージする必要があるみたいです。あ、これね今見てたら、このねチャージだけじゃなくって、下のデイパスっていうのがあって、デイパスっていうのを使うとこの5箇所が使えるみたいですね。で京都市なんで、京都市ってやったら見て、5時間550円とかね、何日間でいくらみたいな表示が出てきました。私は今日5時間のコースで使ってみたいと思います。はい、ここでねクレジットカードのお支払い入れる感じです。入れていきます。でね、クレジットカード番号入力したら、この購入内容確認画面出てきたんで購入をします。はい、購入できました。これでね早速予約します。よし、では乗ってみよう。ちょっとね取れなかったんですけど、あっという間に解錠されました。 QR コードでね読み取れましたね。ご利用ください。あ、音流れてきました。早速乗ってみます。もともとはね鍵この状態だったんですけど、解錠したらこの
鍵がガチャンと上に上がりました。はい、というわけでこんな感じであっという間にね解錠することができました。支払い方法を入力してあとはもう QR コードを読み取るだけでね簡単にできることができました。今日はこれでね京都市内を回りたいと思います。自転車はこんな感じでギアがついててね、ただ電動自転車ではなさそうな感じですね。カゴもね比較的浅めな感じです。こんな感じ。はい、今ね早速乗ってみてるんですけどめちゃめちゃ便利です。なんでもっと早く乗らなかったんだろうって後悔するくらいめっちゃ便利でした。京都市は移動がバスとか地下鉄とかがあるんですけどスムーズに移動できるのは自転車だと思うのでぜひぜひ自転車借りてみてください。新しいこと始めるってなるとさやっぱりちょっと最初抵抗あるんだけど一回やってみたらスムーズすぎて快適すぎてまた乗りたくなります。ぜひやってみてください。では京都市行ってきます。はい、ではちょっとね一時駐輪をやってみようと思います。まずねアプリを開いてこのね鍵を先に閉めるみたい。直接閉めます。でねそしたら施錠されたっぽいんでここでねこのボタンを押す。でこの画面が出たらね1分以内にね一時駐輪というボタンを押す。はい、これで一時駐輪が完了です。これ押さないと完全に施錠されてもう使えなくなっちゃうんでこの一時駐輪押してください。今ね一時駐輪中って出てるのでこれが出てればまだ続いてね使うことができます。でねこの鍵を開けるときはこのボタン鍵を開けるを押すと、はい、開きました。はい、こんな感じでね全部アプリでやるってねめちゃめちゃハイテクですね。これで解除されました。というわけでね残りあと5分なので一番近いピンパのポートを見つけたのでこちらに駐輪したいと思います。返却の仕方も本当に簡単でさっきの一時駐輪とあんまり変わらないですね。まずは鍵を閉めて言ってるんですけど今度は利用終了なので利用終了ボタンを押します。利用終了いたしました。利用時間消費カロリーも出てるし距離もね 3363m 3キロ近く走ったんですね。いい運動ですね。はい、というわけで今回はシェアサイクルのピッパを利用してみました。京都市内にたくさんあるのでぜひぜひ京都市観光の際は利用してみてください。お住まいの方も自転車持ってない方ぜひぜひお気軽にね試してみてくださいね。とっても便利で快適でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ京都観光に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。